1対0で勝利し、これで5連勝としました。試合振り返ってください。まあ、前半は特に自分たちのサッカーできたかなと思いますし、まあ、後半少し押し込まれましたけど、まあ、自分たちのサッカーというか堅い守備からというので最後まで守りきれて勝利につなげることができたのは良かったかなと思ってます。はい。久しぶりのスタメン出場でしたが、ご自身のプレーについてはいかがですか？そうですね、なかなか結果が出てない中で、まあ、こうやってまた監督からチャンスいただいた中で、まあ、本当は点とかアシストという形でまたチャンスつかめればなと思ったんですけど、まあ、チームがまずは勝利できたことが一番かなとは思ってます。はい。最後に次節以降へ向け、意気込み聞かせてください。このまま勝って本当に優勝に向けてというところで、日々練習も頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。